北海道の道央自動車道高速道路が札幌苫小牧までしかなかった頃の昔の話です。ある夏の夜、友人2人が札幌から函館までドライブに行きました。当時函館までは普通に運転してだいたい6時間くらいかかりますが、午後9時頃に出発して現地に着いたのは午後11時半頃だったといいます。近道があるわけではないし、時速200キロでノンストップで走ったとしても到底たどり着けない時間です。道中はカーラジオを聞きながら、その時間帯にかかる番組を聞いていたので間違いがない。飛ばすこともなく普通に走っていたそうです。もちろん本人たちが一番不思議がって到着時間は何度も確認したそうです。絶対にありえないことなので今でも不思議な話として心に残っています。